グロリアスドーンは、少子卓による日本のライトノベル。イラストは、四季童子が担当。HJ 文庫から観光。ジャンルは、作者曰く、スペースラブファンタジー。バイオクラフトと呼ばれる、地球外生命体とのファーストコンタクトから20年。日本の平凡な高校生、大空高台がある日、目が覚めたら謎の美少女、ティセが隣で眠っていた。ティセは、 バイオクラフトの中でも強大な力を持つ貴族階層の一員だった。ここから広大の運命が動き出す。 少女は霊名に歌う2006年9月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万4596少女は夕暮れに遊ぶ2007年1月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万4992少女は酔闇にさまよう2007年5月1日初版 ISBN9 兆7848億 9,4255,470チャプチャプ ?2007 年9月1日初版 ISBN9 兆7,848億9,425万5,968少女は先行をまとう2008年2月1日初版 ISBN9 兆7,848億9,425万6,569 少女は最果てにいざなう2008年7月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万7160少女は剣を振るう2008年10月1日初版 ISBN 9長7848億9425万7672少女は粉雪に踊る2009年2月1日初版 ISBN 9長7848億9425万8174ぐるぐる 2009年10月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万9430桜舞い散る空の上2010年2月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万9966幾億の時を超え星を超え 2010年6月1日初版 ISBN9 兆7847億9860万680。出会いの詩は静かに広がる2010年12月1日初版 ISBN9 兆7847億9860万1533。キャラの連載作品に一部、書き下ろしを加えた、短編集。 今日のティセコさん2008年9月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万6484今日のラビーさん2009年6月1日初版 ISBN9 兆7848億9425万8839ありがとうございます